では再開していきます。狼絶景版実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチーです。前回は鬼ヶ島に突入をし、早飛び丸というお札と追いかけっこをしていたところ、なんか変な像を見つけましたと。で、この像すげえかっこよくていい像なんだけど、弓を持っているのに矢がねえじゃねえかということで、あるものがない、あるべきものがないということで矢をつけてあげましょう。なんだこれ。おーおー、イカズチの矢を持ってやがる。おお、飛んでった。おお、すげえ、彫像の矢が暗雲を吹き飛ばした。ってことは、来た来た来たー。なにこいつ、超かっこいい。超かっこよさそうなのが来たよ。これでいいか。あ、もう一個あった。ここか。これもあったか。1、2、3、4つかな。オッケー。なにこいつ、かっこよさそうなのがいる。おー、虎だ。尻尾で矢を持って、矢というか弦を引くんだ。撃ってきたよ。あんまこう、避ける避ける避ける。お前だからさ、いきなり喧嘩撃ってくるやつ多くね？ねえ。なんでみんなさ、これあれだろ？どうされたろ？おお、我らがジモを。で、そうか。おめえら、おめえらさ、おい。お母さんにそんなことするんじゃねえよ、激神。妖怪どもがばっこしたるこの城に封じられし我が身なれど、おもとの通力で我が目ようやく光を宿すことかないぬ。おもとと共に修羅の道歩むとあらば、この激神ほとばしる雷槌の力を持って主の御前に一条の光を捧げ立てまつらん。激ついに来たじゃねえか、12番目の分身激神がよ。稲妻を自在に操る凶猛な筆技、人雷の筆神様。あまこ、それがお前の筆技だったんなら見事使いこなしてみな。そうだ、あそこにある刀剣の置物、電撃をぶちかますにはちょうどいいぜ。空の暗雲に稲光が走ったら、その稲光から線を引いて刀剣の置物につなげるのさ。そうすれば稲妻がその線に導かれて、あの刀剣の置物に直撃だい。なるほど。雷が鳴っていたら、雷から刀剣にやると、人雷ということで、雷が流れて、すげえ、あんな雷が落ちたら敵だって立ち立つしすまないぜ。電撃の勢いで扉もびっくりして開いちまったようだが、電気で扉を開けるからくりでも仕込んであったのか。とにかくちょうど道も開けたし、この新しい筆技で城の頂上を目指そうじゃねえか。しかし甘子、チリジリに分かれた筆技も、これでもうあと一つか。そいつが手に入りゃ、おいらも、すべての技を目に焼き付けたことになら、そこまで、あともう少しだな。おっと、無駄口叩いてる暇があったら、先を急がねえとな。さあ行こうぜ、甘子。まだだよ、まだ。まだあと一個あるんだよ。でも、もうあと一個か。そう思うと、なんだかね。人雷。筆調べ13分身が一つ、激神がつかさどりし筆技。夜空にひらめくまばゆいな光に筆を置き、そこより対象に向かって線を引くとき、その筆跡たちまち稲妻となりて対象に雷を運ぶことができる。これこそが人雷の筆技なり。人雷のコツ、稲光と雷雲の上に筆を置くと金色の深淵が溢れ出る。そこから筆を自由に走らせれば人雷の力が発揮されるじゃろう。雷雲の近くへ筆を寄せれば、筆神の導きで、つつつと、筆が吸い付くことも活用せよ。オッケーオッケーオッケー。13の筆技のね。よし。雷を使って、もう電気のからくりなんだね、もう。すげえ。どうやってこれ本当に、普通はどうやって動かしてたんかね。みんながみんな人雷使えるわけじゃないからさ。あ、いや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 い
え、なんもないよね、これ。回ってるだけだよね。ないよね。よし、行こう。でも、暗雲が見えないとダメなんだね。あ。こんな時でも花は咲く。クローバーだけど。えいよっき。おー、サチダム50。すげえよ。50も手に入っちゃった。よしよしよし。あ、なんだあれ。なんかビリビリしてる。これも人雷でいいんじゃない？うりー。あ、宝箱が開いた。おー、大浜札。ありがとう。これは爆破してしまえばいいのかな？おいでででででで、落ちるよー。落ちたよー。あ、これあれ、なんかあるじゃん。一線でぶったければいいんじゃない？これどうすればいいの？これ何？これなんだ？なんもないよ。なんもないよ、これ。なにこれ？ビリビリしてる鍵？ん？なんだか妙な形してるが、これは鍵か？あの子、お前はすぐに何にでも手出そうとするけど、そんなもんいきなり加えたりして、ビリッなんて来ても知らないぜ。加える。ビリーとは来ないけど周りが光ったよ。ん？なんだこりゃ。一面に妙な模様が現れたぜ。アマコ、このからくりもしかしてお前がそんな変なもん加えたからじゃ。敵の罠に引っかかって痛い目見たりしないだろうな。どうやって加えてるこれ。あ、そういう風に加えてんだアマコ。それはビリッとしねえわその加え方なら大丈夫だ。ちょうどいい形してんね、鍵の形って。じゃ、これ登れるんじゃない？足場になるよね。うれうれー。すんげえな、この足場。電気流してる時だけ踏めるんだぜ。あ、でも、ツタのか、ツタ紙が、ツタがある。なんで？あ、これさえ、うれー。あー、電気なくても登れますよ、的な感じかな。あ！あ！お前、人雷の餌食じゃ、おらうれーうれービリビリするだろざまあ見ろ。オッケー。で、ここどこ？おもめろ名所、焼死地獄。焼死地獄の遊び方。一つ一度、障子を開けて踏み込めば、四面の障子が取り囲む。これを東西南北無尽に走り回り、京に入るべし。一つ度重なる遊楽使用のため、一部壁などに破損が見られる。夢、爆発物など使用するべからず。オッケー。ゴマメラは鬼ヶ島のみんなが楽しむものなので、他人の迷惑になる行為は慎むべし。ってことは妖怪どもの言葉で書いてあるぜ。オッケー。障子をくぐっていくと、東西南北に障子が出てくる。あれ？これはまだか。こっちか。これか。あ？どういうこと？先に進めばいいの？左？え、でもさ、あれでしょ？え、慎むべきとか言われたけど、慎まねえよ。うれえ！あ、ここじゃねえ。あ、でもなんかある。お宝はある。バツマークついてる。でも、障子がなんか、あ、そういうこと。壊れやすくなって、おお、木彫りの熊。なるほど。障子がいっぱい出てくるんだ。お宝いっぱい。ありがとう。なんかいっぱいあるよ。あ、でも、これはさ、中心骨頂。なんかさ、これはさ、マジで楽しそう。こういうアトラクションはマジで楽しそうだわ。あ、これなんもない。あ、こっち行ける。おお、お宝、お宝。あ、壁ぶっ壊せる場所あるやん。はい。こういうさ、障子のアトラクション、自動ドアでこんなに俊敏でポンポンになるかは別として、これは確かに楽しそう。お宝お宝。往復の札。うん、これは面白そうだわ。ねえ、主鋼の魂。これは確かに面白そうではある。ほら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 。で、ここ来れば渡れる。これあれじゃない？そういえば鍵さ、一番最初電球あって、
あ、そうそうそう、これは、これも開くじゃん。おれー。お宝。お宝。真珠。で、ここぶっ刺すと。お、勝手に入った。うん。からくりが動いたぜ。で、あ、これの電気を使って、うりー。この電気を使って、こっちも、開く？開いたいたいた。オッケーオッケー、お宝いっぱいよー。無限すみ。なんか、雷神っぽいような、雷神っぽいようなやつがいる。風神雷神っぽいようなやつがいるやん。あれも銅の剣なのかな？これは見事な彫像だ。妖怪どもの吹き溜まりにはもったいねえ一品だぜ。だけど、その辺の美術品とは違う、よどんだ趣味も漂ってら。ビリビリさせればいいんじゃない？特に天に突き上げたあの刀剣、七つ鞘の太刀なら見たことはあるが、九つの枝分かれなんて異様なもんを初めて見たぜ。へえ、七つ鞘の太刀なら持ってるよ。これでしょ？これちょっとね、これね、見違えしの弾ね、なんかなんだろう、なんか攻撃しづれんだよな。なんだろうなぁ。やっぱね、これ裏向きの方がいい気がするんだよな。じゃあやっぱこうか。こっちの方が戦いやすいか。で？お、お宝あるやん。お宝でもないな。真骨頂。真骨頂1個使っちゃったからな。あ、水晶。来たのはいいが。来たのはいいが。なんもねえぞ。もうちょい離れたところから、電気流してやればいいのかな。これを、ほれー。ああアマゴアマゴなんで、ちょうどぶっ壊しちゃった。ちょっとぶっ壊しちゃったよ。いいのかな、これで。いいのか。いっか。いや。大丈夫だ。暗い。おんらー。なんだ？あまこ、お前、また妙な仕掛け触ったんじゃないだろうな。とにかく早くなんとかしろ。なんとかしろ。何おめえら見とんや。何おめえ、何見とんねん。あ、待って、待って、待って。待て。落ち着いて。落ち着いて落ち着いて、うれー。5個の目玉全部ぶった切った。何見とんねんお前ら。いてこましたるで。よし。あ、なんか 2D っぽくなった。おお、なんか上の部分にすごい絵描いてある。あれ？なんだこれ？あ、電気流して、あ、明るくなった。からくり屋敷だよ。壁ジャンプできたりしない？壁ジャンプできない。壁ジャンプできない。あ、そういうこと。てか、二段ジャンプしてから壁ジャンプってできないんだね。あれ？鍵刺す場所がある。鍵を取ってくるのか。危ねえな、これ。危ねえ。え、猫？猫、猫なんてどうやって使えばいい？これ。こういう引ける？あ、引けないわ。猫？猫だと？どうすればいいんだろう、これ。こういう感じでいけたりする。あ、なるほど。なるほど。頑張れ！おーし、いった！奥を使うんだ。2D と見せかけて奥を使わせるとは。なかなか、
なかなかやりおる。オッケー。え、なんだと一瞬で切れる。あ、切れる切れる、よかったよかった。で加えて持ってけばいいんだ。あ、これどうしようもない。あ、こっち行ける。あーらら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 、落とされた。あ、でもいいのか、いいのか、落とされて。だってここにあったもんね。じゃあこっち、これ刺しちゃえばいいのか。ほれー。で、こっちから先行けばいいんだ。あれ、いいの、いいんだよね。あれー、なんかダメな気がし、ダメーな、あ、ダメっぽい。ちょっと戻りますね。痛いよー。よしよしよし。とりあえず、ここと、あー、オッケー。こっちと、これか。これの上に登って、上に登って、なんかある？あ、お宝、ぶね。お宝ゲットで、ここ隠し扉だけど、これ滑ってってだよ。この先だ、今度は。どっかあったよね。ここだ。これを過ぎて、走れ走れ。あー、待って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 。え、どこまで戻される？え、こんなん、これ、え、これどうすればいいの？あまこう、よく あなたこ取ってられるな。え、ちょ、これ無理じゃね？あ、オッケー、ダッシュで渡れたわ。おっきい大浜札。もうさすがにないか。これ意外に意地悪だよ。よし、じゃあ先行こう。よし、戻ってきた。で、これは、一体どうやって登ればいいんだ？んー、あ、オッケー、今だね。よいしょ、頭出させて、ここで登って、タイミングよく上にジャンプすればいいんだ。オッケーオッケーオッケー。よし、オッケー、簡単。いって、え？何攻撃された？なんか青い弾出てきてる。下から狙われてる？なんか床透けてるんだけど。何これ？床透けてやがる。ちょっと回復しよう。何ここ？床透けてるんじゃなくて、お前か、原因は。あ、どっかに雷なんてあるか？あったあったあった。加えて、これに電気流して、よーし、鬼ヶ島の地図。おーおーおお、細い道だね。ここにはなんかあるの？あ、敵かい。いいんですかい？お兄さん。こっちには陣雷があるんですって？雷は防ぎようがないだろう。ほら。雷、くっそ強え、雷。雷くっそ強え。ほれ。雷超強え。これはマジで優秀。陣雷めっちゃ強い。やっぱこういう筆技をうまく使った方がバトルはより楽になるんですかね。え、炎とかってこんな強くなかったよね。何これ、なんか縄文土器だっけ、そんなみたいなのがあるよ。これもさ、雷壊せたりしない？お、壊せるやん。めっちゃ強いなこれ。いやー、なんか気持ち悪いよ。あ、なんか先にある。あ、あれじゃん、鍵開けるやつじゃん。おー、なんか雷の橋も上にあるね。
どう行けばいいんだこれ。なんか乗れそうだけどね、この辺。あ、乗れそうじゃないこれ。ほら。あ、カメラワーク。あ、乗れちゃった。乗れちゃったよ。ほら。あ、全然いけるじゃん。あれ？うん。あれ？俺はさ、俺合ってるこれ。この乗り方違う気がするんだが。ほら、ツタあるし。あ、でもこれ先あれだね。全然違うね。え、マジで俺この乗り方合ってた、もしかして。合ってた臭くない？え、絶対違うよね。これだよね、どう考えても。どう考えてもこれだよね。どう考えてもこれだわ。うん、絶対これでしょ。これ、いっぱい電気の道がある。あ、何あれ。何あれ、あいつ。なんかやべえテンションのやつがいるよ。やべえテンション高いやつがいるわ。またこいつかい。ほらー。こっちは？お、お宝お宝。いや、この電気大活躍よ。オッケーオッケー、報復の札。なんかさ、ここの敵やっぱり若干強い気がするけど、この強いのは、なんか電気ありきで攻略しなきゃいけないからなのかな？もしかして。これどうすればいいんだ？お宝。これどうすればいいの？話せばいける？あ、話したらいけたわ。あれ？鍵は？あれ？鍵どこ行った？あ、ここにあるじゃん。あ、鍵！鍵。待って、鍵持ってたい。あ、これあれじゃね？壊せるね。オッケーオッケー。ふいー。って方もドン。浜屋、浜屋。あ、じゃあこれもうペーしていいのかな？これペーしていい感じかな？ペー。じゃあ、浜屋持って。え、鍵持ってきたいけどね。ちょ、鍵運びたいわ。あ、鍵消えたわ。残念だよ。じゃあ鍵持ってこようか。鍵欲しい。鍵欲しいよ。このツタ紙はそのためか。鍵欲しい鍵。危ない痛い。あの鍵持ってこうぜ。あの鍵武器としても優秀だから、鍵持ってこう持ってこう。オッケー。ビリビリするぜ、俺。いったー。で、これで渡ればいいんでしょ。やっぱりこのためだよね。持ってく用だよね、絶対これ。これ。てか持ってかないと。あ、お前旦那、ついにここまで来ちまいやしたか。実を言うと、ここから先はもう余興の拉致外でしてね。あっしはおふざけなしで万人の仕事をしなきゃならねえんでさ。でもあっしは勝負の途中から旦那のことをなんというか、ありてえに、いや、好きになっちまって。早掛けに命をかける旦那の姿、もっと見ていて、そう思うようになっちまったんでさ。へへ、こんなこと言っちゃ、門番失格ですかね。だからね、旦那。足はやっぱり勝負の世界に生きて、ここまで来て勝負をやめるなんて、そんなぬるいことは言いたかねえんでさ。万人失格だろうが関係ねえ。旦那、最後までいい勝負しやしょうや。オッケー。オッケーよ。あ、なんかコインみたいな感じで出てきた。コインが出てきた。すげえ、コイン出てきた。お金がコインみたいに出てきた。勝ったー。余裕ですぜ。あ、でもこれで、あ、これでもう終わりか。よっしゃー。よいしょー。俺はもうビリビリ持ってきたからな。ビリビリ持ってきたからな、こんな野郎。うれー。あ、来やがったな、お前ら。電気は貫通するか？死ねえ。あ、でも、後ろからならいけるんじゃない？フリー。あ、しない。フェフェフェ。あ、でも、松だ。うん。よーし。
じゃあ先行こうか。先行くしかないよね。え、でもなんかあたり一面で雷がビリビリしてる。これ上になんかある。まだ上行けねえわ。で、こっちは？お、行ったい！何があるんだい？お宝、お宝。よいしょー。みかんばっかり。うん。あぶねー。あれ、これ上にもなんかある？ん？なんだこれ。あ、猫神様のやつか。猫神様、猫神様を、こういう感じかな。で、甘子を壁にぺったんさせて、針に頭ぶつけちゃうけど、待って、それ鍵なくすんじゃない？大丈夫？あ、よかったよかった、なくさない。これ難しいな。オッケー、進めた。あれ？落っこっちゃったよ。あんな邪魔こいつ。かすがみ。で、先進む。で、おー、またか。あ、こいつらは、こいつらはいけるよ。ほれ、雷雷。雷雷。雷雷。おれおれおれ、雷雷。弱え、こいつら。はい、雷雷。で、お前は？お前も雷食らっとく？俺俺俺。ほれ。ほれ。はい、雷雷。ほれほれ。ぶった切っとく？いやー、雷雷。いやー、雷が、あ、バン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 。俺俺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 。つえー、雷。マジで雷つえーな、これ。よーし、ご祝儀もうまいです。じゃあねー。地図がさ、地図の役割をしてくれないぞ。いいね、これ、雷がさ、自在に動いてくれるんだよね。思った以上に。あ！ぬーん！俺の名前は、トセンボ。一度通さないと決めたら、絶対通さない番人で通してるだ。あれ？いや、通さないだっけ。またお前かい。そんなに気候ついてほしいのか？ポチポチとよ。何を言ってるだ？ははん、さてはお前だな。オラの仲間を次々と葬り去ってる恐怖の暗殺者。四つ足の白い悪魔ってのは。いつの間にそんなあだ名が付けられたんだ？お前が現れることをもうお見通しだっただよ。オラはこの逃がし島の影の支配者。他の仲間とは一味も二味も違うだよ。たとえお前が四つ足の白い悪魔だとしても、オラを倒すことはできないだよ。さあ、ここは絶対通さないからあっちへ行くだよ。オッケー、頭突いて。お、5個もある、こいつ。1、2、この辺？どっちでした？ここ、ここ、ここ？あれ？違うな。ぬー、よつ、それが四つ足の白い悪魔の力だか？まったくがっかりさせるだよ。あ、マジで。難しいぞ。岩が痛い。俺、ついぞ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。あれ？順番が違うのかな？いやー、難しいよ。おい、あまこ忘れたのか？あいつの体に向かうあの光点、あれをポチポチとわかるだろ？わかるんだけどさ。ちょっと待って。マジで。1、2、3、4、5。あー、オッケー。あたら！これが四つ足の白い悪魔。本能の力だったが。俺が期待に鍛えた蛍光経絡機構をいとも簡単に付き合ってるだなんて、この当選簿、素直に負けを認めるだよ。だけんども、オラもこの鬼ヶ島の影の支配者、散り際だけは絶対によ、怪我さないだよ。さあ見るだ、男の生き様を。こいつ影の支配者だったんだ。
お、最後じゃないかい？旦那、やっぱりあんたにはかなわねえ。旦那の明日を見据える目。そいつが旦那を大詰めの舞台まで導いてんですね。大詰めってな、足とのちっぽけな勝負のことじゃねえ。鬼ヶ島の城のてっぺんを目指す旦那にとって、本物の大詰めがすぐそこまで来てんでさ。この早飛び丸、こんなに勝負で熱くなったら旦那が初めてでさ。旦那に加勢することはできねえが、最後に旦那の門出を足の早掛けで飾りやしょう。髪っぺら。さあ旦那、最後の最後の大一番。熱い勝負で足を燃え尽きさせてくだせえ。でだよ。俺は見逃さない。俺は見逃さない。まずこれ絶対に手数も必要でしょ。あー、遠すぎるか。マジか。でもどうすればいい？何をどうすればいい？え？どういうこと？え、どういうこと？あ？どういうこと？ん？この上乗れるの？あ、乗れるんだ、この上が。この上が乗れるんだ。あー、なるほど。とりあえずこれ全部壊しとこうぜ。ごめんね。ごめんね。ちょっとルート整備させてね。ちょっとごめんね。ルート整備させてね。うん、そこ開いとくね。ルート整備させてね。で、角度をよく見といて、踏んだら、上に行って。あ、待って！ツタガミ。ちょっと待って、違う。ツタ。あ、早すぎん？これは絶対上乗らないとダメだよね。あ、踏んだ瞬間これツタでいいんじゃね？踏んだ瞬間ツタで引っ張ってもらって、あ、これでいいんだ。旦那お見事。なんだかんだ言って最後までご一緒させていただきやしたが、足の最後の早掛け、旦那の門出を飾りやしたかね。随分、首相な態度じゃねえか。まあ、お前は敵ながらあっぱれだったぜ。旦那みてえな男前に散り際を見届けてもらえるなんて、へへ、妖怪冥利に尽きるってもんだい。おいおい、神ペラ、なんだいその今にも消えちまうような戦はよ。掟に背いたら消されちまうのが足たち妖魔の定め。ボンバーとしての役目を放り投げちまった以上、足のような役立たずはお役御免でさようならってわけでさ。何？おっと、旦那がすまながることはねえ。こいつは足が選んだ足の生きる道。誰にもケチのつけられねえ足だけの大事な人生でさ。たとえ妖魔の使いっ走りに生まれようと、散り際くれ足の好きにさせてもらわなきゃ。ここまで生きてきたが意味がねえ。旦那は最後まで道案内できなくてすいやせん。別れの際に満開の花束でも手向けて差し上げたかったが、そんな気の利いたものなく、散りゆく足をお許しください。それじゃあ旦那、お元気で。あ、紙っぺら。花束、花になって消えてった。早飛び丸、お前との勝負はちっぽけなんかじゃなかったぜ。もしかしたらお前がいたからここまで来れたのかもしれねえ。お前が見せてくれた熱い男気。この先で待つ大勝負に持っていくぜ。さらば。お、来たね。いよいよ大勝負が待ってますよ。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバーイ。